平成20年3月24日、阿蘇西小学校体育館落成式が行われました。学校体育館の落成式を挙行いたします。阿蘇西小学校体育館は、老朽化から平成16年10月に改築工事が決定していたもので、宮山遺跡の発掘調査などを待って昨年8月に着工、今年3月17日に竣工しました。いわゆる宮山感謝状、有限会社大成建築設計、ありがとうございました。ありがとうございました。お祝いの記事を述べさせていただきます。ただいま感謝状をできましたことは誠に喜びとするものであり、この体育館は児童だけでなく地域住民の幅広い利用を目的として着工し、完成した館内にはバリアフリーやシャワールームなど充実した設備で、式典に参加した児童や地域住民も喜びの表情を浮かべました。卒業式、入学式に間に合うようにと夜間も行われた改築工事に、児童からもお礼の言葉が述べられました。